にちは、ゆるふわです。ビットコイン半減期まで残り24日となりました。ねえ、もうついにここまで来たかという感じです。なんですけれども、このビットコイン半減期をよく理解せずに半減期を迎えてしまうと、とってももったいないことになる、まあ、機会損失になってしまう可能性もあるので、今日はこのビットコイン半減期って何なの、過去のこのビットコイン半減期で何が起こってきたのかということを、仮想通貨初心者の方でも分かりやすいようにお伝えさせていただきたいと思います。ということで、久しぶりのゆるふわアカデミー開講しちゃいます。それではこの番組が始まる前に、ゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンをポチポチと押していただけると、とっても励みになりますし、またこのチャンネルのね、成長につながります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。そしてこれからビットコイン始めようかな、これからちょっと仮想通貨始めてみようかなと思われている方、ぜひ概要欄の方にゆるふわの紹介コードが添付してあります。こちらの紹介コードをご入力いただいて、口座の開設をいただくと、最大のボーナスがいただけるのはもちろんなんですけれども、ゆるふわの困った時にね、ゆるふわのサポートさせていただいております。ぜひこれからスタートさせようかなって思われている方は、ゆるふわの紹介コードをご活用ください。それでは簡単に概要を説明していきたいと思います。ビットコイン半減期が来ると、マイナーの報酬が半減し、需要と供給のダイナミックスに影響を及ぼします。で、ビットコインの半減期、それが2024年の4月に到来するよねということが予測されています。半減期の到来はしばし市場のボラティリティをもたらし、仮想通貨市場では投機的な動きが顕著になります。マイナーというのはビットコインをね、こうなんかこうロックをこう噛み砕いてるようなね、絵がよく見られると思うんですけれども、この採掘者の方ですね、それをマイナーと呼びます。で、このマイナーには収益性の低下への対応が求められます。そう、マイナーの報酬が半減してしまうからです。このイベントにより、ブロックチェーンエコシステム内の技術革新とコミュニティの発展がすごく刺激がされます。そしてビットコインの半減期の到来は、インフレヘッジの可能性を持つ長期投資資産としてのビットコインの魅力をより高めていきます。なぜかというと、ビットコインの枚数はすでに発行枚数が限られていて、その枚数が2100万枚と言われています。上限がね。で、今2024年の時点でもうすでにどれだけ発行されているのかというと、もうすでに1965万枚ほどね、約アラウンドです約1964.5枚ほどがね、もうすでに発行がされてしまっています。なので、この残りの135枚140枚ほどをみんなでこれからこうね、取り合っていくということになっているんです。なので、必然的にビットコインの価値が高まっていくということが言われています。このビットコインの半減期は4年に1回起こります。なので、ビットコインのサイクル3年間は上がっていって、1年間は休んで、3年間は上がっていって、1年間は休んで、このサイクルで今までの歴史が刻まれています。歴史を辿っていますですね、辿っています。そう、ビットコインの半減期は英語でハビングと呼ばれます。なので、ハビング、ビットコインハビングでいいですね21万ブロックに達成するために、これがおよそ4年ごとですねに発生するイベントで、ビットコインプロトコルで事前にコード化されたものとなっています。このイベントにより、マイナーがですね、こう採掘発掘している方がね、ブロックチェーンのトランザクションを検証することで受け取れる報酬が半減します。まあ、簡単に言ったら、こう今までのお給料が半分になってしまうっていうイメージですね。このプロセスはビットコインの新規発行量を制御し、その希少性を維持するもので、結果としてビットコインの発行上限を
守るように設計がされています。半減期の到来により実質的にマイナーに与えられるビットコインの報酬が半分に減ることになります。ね、悲しい。マイナーさんめっちゃ悲しいですね。2008年にサートシ・ナカモトが発表したビットコインのホワイトペーパーでは、ビットコインの供給上限は2100万枚であることが明記されていました。供給量に固定の上限を設ける仕組みは、インフレを防ぎ、金、ゴールドなどの貴金属の希少性を模範するために導入がされました。新しいビットコインが発行される速度を制御するこのプロトコルは、ビットコインの価値を維持し、時間とともに価値が上昇するデフレ通貨として機能することを目指したものと言われています。したがってビットコインの半減期は、新しいビットコインが流通する速度を制御し、時間の経過とともに新しいコインの発行スピードを減速させることにおいて中核的な役割を果たすイベントとなっています。2009年にビットコインが登場した当初、マイナーのブロックチェーンへの新たなブロックの追加に成功するために 50BTC の報酬を受け取っていましたということです。 50BTC ですよ。今現在の 50BTC の価格、約5億3000万円相当です。それをね、ブロックが成功するためにマイナーの方が受け取っていたということです。とても今だったら夢がありますよね。めちゃくちゃ夢がある。最初の半減期は2012年に到来し、ブロック報酬が 25BTC に減少しました。半減期だからね、半分になっちゃいましたね。はい。その後、2016年と2020年の半減期では、報酬はそれぞれ 12.5BTC と 6.25BTC にさらに減少しました。次のビットコイン半減期では、ブロックの報酬が 3.125BTC に減少することになり、2024年に到来することなので、あと24日後ですね。これから24日後に到来することが予測されています。それではビットコイン半減期後について。ビットコイン半減期が到来しても既存のビットコインの保有量には影響しません。半減期は保有しているビットコインの数に直接の影響を与えません。しかし間接的にビットコインの価格や仮想通貨資産エコシステムの様々な側面に対し影響が出てくる可能性があります。投資家、トレーダー、仮想通貨資産ファンは大変注目しているのはこの部分なんです。それではビットコイン半減期が重要である理由と多くの人々が注目すべき理由について説明していきます。1、需要と供給のダイナミクス。ビットコインの半減期により、新しいビットコインが発行される速度が低下し、供給が逼迫することになります。需要と供給のバランスに影響が出ることで、ビットコインの市場価値が変動する可能性があります。基本的な経済原則に基づけば、需要が一定または増加する一方で供給が減少する場合、資産の価値は上昇する可能性が高いとされています。この希少性の高まりへの期待により、投資家のビットコインでの投機的な関心が急激に高まることがよく見られます。まさに今、マイクロストレッテジーだったりとか、ブラックロックだったりとか、いろんな投資家がビットコインを買い漁っていますよね。で、2、市場のボラティリティ。そう、ビットコイン半減期はこれまで仮想通貨市場のボラティリティの高まりにつながってきました。投機家や投資家はビットコインの価格の影響を見定めようと、半減イベントに至るまでの間とイベント後の市場動向を注意深く観察しています。こうした予測によりしばし価格変動と取引アクティビティが強まります。まさに今今ですね。そして3、マイナーへの影響。
新しいブロックへマイナー報酬が半減すれば、ビットコインマイニングの収益性に直接影響が及びます。報酬の減少は、特に高いエネルギーコストと効率の悪いハードウェアを運用するマイナーにとって問題となります。マイナーの事業者には、半減後に事業の存続可能性を評価し、それに応じて戦略を調整することが求められます。本当ですね。その結果、小規模で運営しているもしくは効率の悪いマイナーは事業から撤退する一方、より大規模でリソースの豊富な事業者は成長を維持することになり、マイニング産業の情勢の変化につながります。4. 技術とコミュニティの発展。ビットコインの半減期はブロックチェーンコミュニティ内での議論を活性化させる重要な節目となります。報酬の半減によりビットコインエコシステム内で力学の変化によって課せられる課題に対し、開発者やビットコイン関係者らが革新的なソリューションを模索することになります。こうした技術的な進歩への盲信は、ビットコインネットワークのスケーラビリティ、効率性、セキュリティの向上を目指した新しいツール、プロトコルの開発、そしてイニシアチブにつながります。その結果、ビットコインの長期的な持続可能性と成長が促されることになります。5. 長期的な投資への影響。長期的な投資家にとってビットコインの半減期は資産のデフレ的性質と価値保存の場所としての可能性を再認識する重要なイベントとなっています。ビットコイン半減期のメカニズムによって希少性が高まることが分かっているため、ビットコインがインフレや経済の不安定性に対するヘッジとして位置づけられ、投資ポートフォリオの多様化を求める個人や機関投資家を引きつけることになります。まさにドル円。今ね、もう円の価値がどん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 下がってきてしまって、そういった時のヘッジとして位置づけられるものが、まあビットコイン。まあ一つがまあビットコインとなってきたりもします。ビットコインの半減期はデジタルゴールドと言われ、ビットコインの存在感をより強めています。また、長期的な大幅な上昇を見込んでの長期投資先の資産としての魅力が高まってきています。それではまとめていきましょう。ビットコインの半減期は単なる技術的な調整ではなく、ビットコインの将来の存在価値と方向性を形作る仮想通貨資産エコシステムにとっての中核的なイベントとなっています。ビットコインの半減期が到来するたびに、ビットコインの本質的な価値、そしてより広範囲な金融界におけるビットコインの役割、そしてデジタル金融世界における革新的な原動力としてのビットコインの可能性をめぐる議論が活性化しています。それでは半減期の歴史をちょっと振り返っていきましょう。2016年7月に2度目の半減期が訪れました。その時の報酬は 25BTC から 12.5BTC に減少しています。半減期直後には価格は若干下落が見られたものの、2017年から大きな価格上昇が見られました。でもこれがその半減期と直接な関係があるかということは、不明となっています。それでは次、直近の2020年見ていきましょう。2020年の5月のには、3回目の半減期が行われ、報酬は 12.5BTC から 6.25BTC に減少しました。この半減期についても、それほど大きな価格変動が見られなかったものの、2021年から大きな価格の上昇が見られました。そしてこの歴史から、半減期実施の前後数週間の間は、若干のビットコインの価格の乱高下が見られます。それがまさに今です。そして今回の半減期が、あれ？いつもの歴史とちょっと違うかもな、と言われている大きな一つの要因が、ビットコイン ETF の承認です。
このビットコイン ETF が承認されたことによって、今回の半減期は歴史的にいつも通りに果たして動いていくのかなということが疑問視されています。はい、ということで今日は久しぶりのゆるふわアカデミーでビットコイン半減期についての動画をお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか？お、ここ知ってたよ。ここ知らなかったなというところがね、あったらぜひ皆さんメッセージください。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。